はい、よろしくお願いします。さあ、ガチヤグラパワー1800というねところからスタートしていく。さあ、このメカギアクロズアップめっちゃかっこいいですよね。これで僕はちょっとね、見た目もこだわってね、勝っていきたいんで、やっぱこのかっこいい黒で統一されたね、これで勝ち上がっていきたいと思いますよ。まずはちょっとこのいいヤグラ周りの塗りがね、やばい、はい。ヤグラ周りの塗りがね、やばいんで、ちょっとこれボムで牽制しつつ、ここのラインは抑えたい。ここのラインは絶対越せない。さあ、で、これもう一回ボムで、あ、これまずいですよ。さあ、これでまずはここ1対1で抜いていく。抜いていきたい。ここの1対1で抜いていきたいけども、ちょっと一回引いて。隙をついて、ここで、味方との連携、あー、裏から来てた。ナイス。3人落ちましたね、相手。いいっすよ。さあ、ここから逆転。ただ、矢倉、手前側から誰か一人塗ってるな、これは。ちょっと、潰しに行かないと。この辺、ちょっと塗りがやばい、塗りが。塗り状況やばいんで、この辺でボム投げてね、牽制しながら。はい、ナイス。はい、そして、上にいる。あー、手前にもいる。あー、来てた。入れ替わりかよ。ただその間にも矢倉進んでる。いいっすね。カウント稼いでる。いいっすよ。これ逆転したい。ナイス逆転。まずはね、甘えたー。まあ、一回逆転したからいいでしょ。これは。うん。あとちょっと一回止めて、またちょっとね、練り直していくと。このミサイルがうでえな。変な下向きのね、ナイス。逆にね、この下向きのやつにかかっていくということで、はい、ナイス、いただきますよ。さあ、あとあの上から打ってるあのプライムっぽいなんか、あ、じゃあスピナーか。スピナーうぜえな、あいつ。なんだこいつは。あいつ潰さないとね、制圧されちゃうね。もうこうちょっと、あ、飛びますか。飛べるでしょ。飛びましょう。はい。裏から切る。ナイス。これは大丈夫。これは、そっち抜かれてんの？そっち、赤ザップにやられた。はい、飛んじゃいましょう。もうガンガン飛ぶよ、こんなの。ガンガン飛んでくよと。ほい。さあ、この辺ちょっと塗り改善しながらね。はい、もう余裕。どこ見てんだ、お前。はい、この辺もちょっとね。こいつ潰したい。ナイスです。危ない。1対1に持ち込める。あー、ちょ、近づいてる。ローラーさんをね、ちょっとね、牽制して、これ潰して。はい、そして、どこにいる？この辺から？バレてはいるけども、ちょっと時間稼いで、軽くちょっかい出して、はい、引いていくと。オッケー。この辺で相手いるか？あー、来てますね。ここで上キャラ来てるんで、あー、上か。そっちか。そっち行っちゃうのね。はい。あー、はい。ナイス。おー、潰して、このローラーも潰すよ。このローラーも潰す。ナイス。で、上から降ってるんで、ちょっと一回引いて、味方が帰ってくるのを待ちながら、さあ、どこだ。一回で立て直して、ちょっとリアグラントときますか。あ、ただ、ここで。この辺の塗りがね、かなり枠に悪いんで、あー、来てる。けど、俺は負けないよ、俺は。いよ。あともうちょっとね、カウントを稼がないと、このままではさすがにさ、スピナーさんが、俺のことを見つけていくので、ちょっと一回帰るよと。あれ、ここでちょっと潜伏して、おい、こんにちは。あー、さすがに無理ね。さすがに正面から出たら無理。そいつやってくれ。ナイス、ローラー。さて、ここ。ちょっとね、押され気味。人数は勝ってるんだけど、ちょっと押され気味なんで。このスピナーがね、マジで外役。ナイス。あ、まずい。あ、怖い。ちょっとミサイルのね、弾道に誘導されて死んだみたいな、そういう感じ。これまずいよ。ちょっとここに乗られると、一気にカウントが。あ、何をやってるんだ？この黒いブロックに引っかかって進めないっていうね。初歩的な。はい、リードされましたーと。ね。はい、まずいですよ。さあ、これも完全にね、殲滅されていく。さあ、どうしたもんか、これ。さらにビームの圧も食らいながら、さあ、これ、で、これミサイルも相手ね、これうまくスペシャルをね、同時に使ってますよ。
なんとかね、これ、一発食らわせて。はい、で、ちょっと軽く、あーはー !9 番乗ってたのね。さあ、残りね、10秒切った。さあ、これもラストアタックですね。ラストアタック。ここを下ろされたら、ナイス、味方ナイス。まず根元を刈り取って。さあ、ここからちょっとね、前線上げて。はい、ここにいる、ここにいる。ここにいるやつを俺は、はい、まずちょっと、まず、あ、こいつはまあね、味方に見かせて。はい、こいつナイス。こいつ潰したら、先に、はい、こっちもここで、こう待ち構えて、敵来るのを。はいはいはい。もうこれね。こういう感じで、あー！はい。いや、惜しかったなぁ。敵のスピナーにね、なんかこう、潰され続けた感がある。どうすか、このかっこいいフォルム。俺はまあまあキル取ったんだけど、ちょっとね。連携がいまいちだったな、これ。割れてくよ、ヒビが。デスプラス陥落の危機も目の前ですよ。